それでは外装を見ていきます。フロントバンパーですね。まあかなり綺麗ですよね。距離がやっぱり3万9000キロっていうこともあって、このフロントバンパーほぼ傷がない状態です。ご覧の通りとても綺麗。ヘッドライトのくすみもほとんどないですね。こんな感じです。ボンネットも傷へこみともになく、ツヤもかなりありますね。すごい綺麗です。ホンダのエンブレムも色褪せてないですね。フェンダー周りもご覧の通りとても綺麗な感じですね。ホイールは純正です。96スペックなんで4ケツですね。ホイールもとても綺麗ですね。タイヤの溝はまだまだ全然使えそうですね。ドアミラーもこんな感じで綺麗ですね。助手席側のドア、サイドステップ周りも含めて気になるような傷へこみはなさそうですね。タイプ R のステッカーも綺麗ですね。フェンダー周りもこんな感じになってます。へこみはドアにちょっとこう透かしてみるとちょっとあるかな。リアフェンダーも、この辺に少しありますね。横から見ないとわからないですね。そしてリアのホイール、こちらも綺麗な状態で、タイヤの溝もまだまだ残っているといった感じです。リアバンパー、こちらもかなり綺麗ですね。まだこんな DC2 が残ってたんですね。トランク周りも綺麗ですね。特にへこみとかもなさそうです。リアウィングも色あせもなくといった感じですね。右側のフェンダーこんな感じですね。ホイールも綺麗な状態です。運転席側のドアもとても綺麗ですね。このサイドステップのところだけ、まあ、ちょっと乗り降りの時についたかなっていうのがあるぐらいですかね。フロントフェンダーも綺麗ですね。へこみは右側面の方は見当たらないかな。はい、最後にルーフです。へこみ、傷ともにないですね。さすがは3万9000キロの DC2、 とても綺麗な状態です。